スパルティベント、キオ沖海戦。スパルティベント、キオ沖海戦、または、手裏だ、キオ沖海戦は、第二次世界大戦中の海戦の一つ。1940年11月27日に、イギリス海軍とイタリア海軍が交戦した戦いで、イギリス海軍が、イタリア海軍を撃退したとも見られるが、双方一隻が損害を出すのみで、決定的な勝敗はつかなかった。 1940年11月11日のタラント空襲において、イギリス軍はタラント湾に停泊していたイタリアの戦艦の半数を撃破した。タラント湾に停泊するイタリア艦隊の動きは、海戦時から消極的ではあったのの、出撃しなくても地中海を行き来するイギリス軍にとって脅威となっており、またイタリアはそのことに満足していた。しかし、タラント空襲後、 港にいても安全ではないことが分かり、生き残った艦隊を使用するようになった。11月17日、戦艦2隻、ビットリオ・ベネとジュリオ・チェザーレを中心とするイタリア艦隊が、マルタへ航空機輸送中、ホワイト作戦の空母2隻、アークロイヤル、アーガスを中心とするイギリス艦隊の迎撃に出撃した。イギリス艦隊は、イタリア艦隊の接近を知り、 関西していたマルタへの輸送航空機を本来の予定地よりも遠くで発艦させすぐにジブラルタルへ引き返した。しかしマルタへ向けて発進した航空機は強風の影響や誘導の失敗などで14機中9機が失われた。続いて地中海ではイギリス軍のメガバイト級作戦が実行されようとしていた。この一部としてジブラルタルからマルタとエジプトへ向けて イギリス空軍の人員や物資を運ぶ戦団が運行されることとなったカラー作戦。また、ドイツの通称破壊艦対策に充てるため、地中海艦隊から戦艦ナミリーズほか何隻かの艦艇がジブラルタルへ向かうことになっていた。この作戦で、ジブラルタルから出撃する H 部隊のサマビル中将は、イタリア艦隊が攻撃に出撃してくる可能性が高いと考えていた。 11月24日から25日の夜、サマビル中将が指揮する B 部隊、巡洋戦艦レナウン、クーボアークロイヤル、巡洋艦2隻、駆逐艦9隻、海部隊、巡洋艦2隻、駆逐艦1隻、コルベット4隻、輸送船3隻が、ジブラルタル海峡を通過した。26日、マルタから D 部隊、戦艦ラミリーズ、巡洋艦3隻、 駆逐艦戸籍が出航し、ジブラルタルタへ向かった。11月26日、ジブラルタルからの戦断攻撃のため、イタリア艦隊が出撃した。11月27日から28日の夜、イタリアの水雷艇シリオが D 部隊を発見した。シリオは、雷撃を行ったが命中しなかった。イタリア軍は、イギリスの H 部隊と D 部隊が合流する前に、攻撃しようとした。 一方、イタリア艦隊の存在を察知したイギリス軍は艦隊を北へ向かわせてイタリア艦隊が輸送船団に接近する前にこうしようとした。両艦隊は接近し27日11時45分にイギリス軍はイタリア艦隊が80キロの距離にいて接近していることを察知した。この時点で D 部隊はまだアレキサンドリアから到着していなかったためイギリス軍は 数で劣っていたが、15分後には D 部隊も現れ、両軍はほぼ互角となった。イギリス側には航空母艦が配備されていたものの、砲撃における射程、火力ではイタリアの方が勝っていた。しかし、イタリア艦隊の指揮官は非常に有利な状況以外では戦闘は避けるように命られており、イタリア側には非常に大きな制約があった。 サマビル提督は部隊を二つに分けた。ランスロット・ホーランド少将式の巡洋艦号席を先陣にし、二席の戦艦と七席の駆逐艦が第二陣として南に位置した。さらに南では空母アークロイヤルがソードフィッシュライ撃機の発艦準備を行っていた。対するイタリア軍は三つの部隊に分かれていた。二つの部隊は重巡洋艦六席と駆逐艦七席からなり、 その後方に位置する三つ目の部隊は、戦艦二隻と駆逐艦七隻からなっていた。H 部隊と D 部隊はすでに合流していると判断したイタリア艦隊の指揮官は艦隊をまとめて撤退しようとし、12時7分に戦闘に入らないよう命じたが、すでに巡洋艦はイギリス艦隊の方に向かっている両者は、戦闘に突入した。12時22分。 両軍の巡洋艦部隊の戦闘は射程距離内に入り、イタリアの重巡洋艦フィューメは距離23,500メートルで砲撃を開始した。両軍は接近し砲戦が続いたが、イタリア側の方が優勢であった。旧式戦艦ラミリーズは、その砲撃力で両軍の戦力を互角にしていたが、低速のため数星車の後12時26分には、戦闘から落語した。その時点でやや、 イタリア側が優勢になったのだが、4分後には、イタリアの巡洋艦部隊の指揮官、アンジェロ・イヤキーの中将は、戦闘を打ち切るように命令された。そのため、イヤキーの中将は速度を30ノットに上げるよう命じ、円幕を張って、退却を始めた。この間、イタリアの駆逐艦ランチエレは、イギリスの軽巡洋艦マンチェスターから命中弾を受け、 対するイギリスも従順洋艦ベリックが12時22分に命中弾を受けて上院9名が戦死し12時35分にも2発目がベリックに命中した次の数分間はイギリスの巡洋戦艦レナウンがイタリアの巡洋艦に接近しイギリス軍優勢となったしかし13時にはイタリアの戦艦ビットリオベネトが 距離26,500メートルで砲撃をめた。ビットリオベネトは7戦車19発を砲撃し、今度はイギリス巡洋艦隊の旗色が悪くなった。その直後に両軍は撤退し、戦闘は終結した。54分続いたこの戦闘における両軍の損害は軽微であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。